皆さんこんにちは、ツコミゴールドです。次のところに早く行きたいって何それ。あそこクレーンのところね。早く行きたいと思います。この青い点だから行ってみよう。何があるかも分からんけど行ってみよう。それとさ、また改造しちゃったよ、船を改造しちゃった。あのね、このバッテリーチャージャー、風力発電機はでかい、めっちゃ大きくて、船の前の方に置いとくとはなんか雰囲気違うなと思って、後ろ広くした。前の船はここまでだった、そこまでだったけど、めっちゃ伸ばした船を。でこれでそういうこの風力発電機でバッテリーの充電できるし、それと船はもうちょっと長く見えるかな。ちょっとこれでもうちょっとゴードの身体のように細長いようになったかな。電池グリルたくさんステーキ焼けますよ。それと収納が良くなりました。なんこういう箱、こういうストレージの箱は安いんで、このでかいやつは高い。でも高いやつさ、このでかくて高いやつさ、普通の箱の2倍しか入らないわけ。でもこのもっと安いやつ、縦じゃないね、横から突っ込んで入れるとめっちゃたくさん入るじゃん。この狭いところでもたくさん入って、ペンキを塗ることもできるんで、あの分かりやすくストレージできる、こっちの方が。でここに板入ってるじゃん。板しか入ってないから、このボタンを押すと持ってる板が全部いく。プラスチック葉っぱでスクラップみたいな感じで、簡単にストレージの、まあストレージっていうか荷物の管理がすごく簡単になる、これで。それと皆さん、またどうでもいい情報なんですけど、足のひれ作りました、たくさん作りました。これでも足りないと思うんだけどね、次の島どれぐらい泳ぐかわかんないけど。で治療剤、回復のやつも用意してあります、たくさんある。これで OK だね。今度こそ準備できてるかな。おい、何これ。氷？え？本当雪降ってる。ちょっと行ってみよう。お、やっぱ滑るんだよね、氷滑るんだよね、ゲームの中だと。まあ実際には滑るけどね。回っていけるかな。あのもうちょっと登りやすいところまで。なんか宝あるかな。なんすごいな。登っていける？登っていける。お、お、お、なんで急に船の、冬の国？え？え？急にこれ？ちょっと回って行こうかな、先に。めっちゃ未来っぽいじゃん、未来的やん。てかさ、ここめっちゃ住めそう。ここの設備こそなんかしっかりしてそう。まあどうせ何か、もうちょっと来れやすいところに船置いときたいんで、
こっちの方が行きやすいよね。じゃあ船で回ってこよう。なんか違うゲームみたい。立派な船やな。もう綺麗、光が。中心と発信のタワーだね、これ。長押しして電力ケーブルを持ち上げる。これ何かつなげて直す感じかな。迷子になりそう。これ何、洞窟？おお、登っていけるかな。これ登っていけないね。白熊。いや、なんかやばい音するなと思ったら、いや、クマはいる。で、もはや迷子になりました。お、小屋？うん。すごいじゃん。これで行きやすくなるね。島の探検が楽になる。またクマ。俺何のゲームやってるんだっけ。入ると痛いね。死にそう死にそう死にそう。分かった分かった。何かのスーツが必要みたいだね。こっちもクマ。じゃあ村の方行ってみようか。これ全部ダメかな。全部ダメっぽいね。ここは村。こうやってつなげるわけ？あ、なるほど。取るんだ。何につなげる？これ。回し回し。誰もいないんだよね。ケーブルを伸ばす。ここをつなげるってこと？あ、たくさんケーブルをつなげていくって感じよね、これ。じゃあケーブルを集めて、これ全部つなげれればいいかな？マジ何もないし、誰もいない。なんかたくさんある村に見せかけ、何もないやん。これいいね。引っ張り出すんだね。持ち上げるって引っ張り出すんだよ。日本語大丈夫か？お、ここもある。ケーブルめっちゃある。スピーダー、このバイクみたいな。いった、ナイス。マンゴーバナナジュース、嬉しい。あれは気になる。そっちには島、あ、島じゃなくて村があって、そっちまで行けてない気がするよね。おお、これだ。研究所？
フィリンリサーチファシリティ、じゃあ研究所だね。入れない。こんな立派な研究所昔からあったのか。今の世界ではそこにたくさん行きたいんだよね。これでは裏に戻ってケーブルつなぎ、えっ